今週の EV 話、まず一つはビンファスト、ベトナムの EV の会社ですね。ビンファストっていう会社が巨額の赤字を出してるんですよ。それでもなんかオーナーが超大金持ちで、もう資材投げ打ってでも EV でね、世界に打って出るんだみたいな感じで、もうボロボロ赤字垂れ流してやるぞって言ってるんですけども、残念ながら財産を全部溶かすで終わることになるんだろうなと。だからアップルみたいにやめますと言って撤退すると株価上がりますけども、これは AV に原平さんに全部みたいな感じでね、 EV に全部ってかけてるわけですよ。これはもうね、あ、篠沢教授に全部みたいなもんでね、井川さんみたいなもんですからね、マカオで100億みたいな感じになっちゃって、これ溶けていってんですよ。溶けていってんの気づいてないんですよね。あ、ちょっとね、読みますよ。ベトナムの EV メーカービンファストの2023年12月期の連結決算は最終損益が3500億円の赤字。インド工場建設など拡張策を緩める気配はないそうです。業績は着実に拡大しているとか言ってるんですけども、でもボロボロなんですよね。売れてるんですけども赤字が拡大していると。売れてるって言っても予想よりはね、元のね目標よりは全然売れてないんですけども、まあ、前年比で売れてるって言ったって赤字が拡大していると。 EV ってどこで儲けるのか誰も分かってないんですよね。だから EV メーカーも利益が出ない。だってアップルが撤退したのも売っても期待される利益が出ないっていうのが理由でしたね。だからEV で儲けてる会社って存在しないんですよ。作ってるメーカーが大赤字で、充電設備を運営してるメーカーも大赤字、 EV を買ってねレンタカーとして貸してたレンタカー会社も大赤字、それ買って乗ってる人も結局は修理代が高い、コストがかかるって言って、なんだもうガソリンに戻そうって言って、でもう2割ぐらいの人が EV を叩き打ってガソリン車を買い戻したというね。補助金を出している国家も大赤字。結局ね、 EV に関わってる人みんな損してるんですよ。誰かが高笑いして儲けてるってないですよ。作ってる人も買った人も貸してる人も全部大赤字なんですよ。世界中見渡したらどこも EV で笑ってる会社ないんですよ。でもこれを耐えて耐えて耐え忍べば、その先にねバラ色のってありませんって言って、もう構造的に儲けられないんですから。だって効率が悪いんだから、重たいし金かかるわ、その環境にも悪いわけですよ。燃費も悪いし、充電するのに1時間かかるし、もうない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 。唯一いいのって何って、いや排気ガス出しますね。バカ野郎、出してんじゃねえかって話ですから。じゃあどこがいいんですかって、どこもないんですよこれ。だからビンファストがもうボコボコになってなんとか立ってるわけ。次は勝てるみたいな、いやいやないからって話です。 EV の先にね何もないんですよ。ですから撤退したアップルは株価が上がるんです。まともに EV に取り組んでなかったトヨタが一番今元気があるわけです。 EV に全部かけたのはもう篠沢教授に全部と一緒で、もうねお金溶けていってんですよこれ。いやでもやるんだとかやってるんですよ。一応表面上は売れてます売れてますって言うんですけども、はい、一点順調な販売も計画対比や損益に目を移すと様相は異なる。販売台数は4万台以上と目標を下回った。納入先も EV の 70% 以上、電動バイクの約半分が創業者の設立したビングループ傘下のタクシー会社であるグリーン&スマートモビリティが買っただけだというね。売れてる売れてますよ、子会社が買ってるだけじゃねえかって話ですから。売れてるって言うけど売れてない、自分で買ってどうすんだって話ですから。それでいて自分で買いまくってんのに赤字3500億円、増収局面でも赤字体質の改善が進んでいない。先行投資に伴う生産設備の、焼却負担が重くのしかかる上、年末に在庫調整が発生したという。それでも攻めの姿勢を緩めない。24年は世界50カ国地域で10万台の EV 販売を目標に掲げる。販売を伸ばしながら24年中に材料費を 40% 減らし、25年には黒字化を目指す。足元では販売拡大に向けアジア市場での足場固めに力を入れる。創業者のファムニャッとブオン氏が海外戦略を指揮し、インドのモディ首相に近いとされる現地財閥トップゴータム・ダニ氏やインドネシアのジョコ大統領、フィリピンのマルコス大統領と会談を重ねる。だって無価値なものはね、いくらなんかどっかの国のトップと仲がいいとか言って価値のあるものは売れるでしょ。無価値なものはだってもう賞味期限ついてる。トラン
ランプ勝ったら終わりなんだから、そんなどこ誰と知り合いだってね、無理よそれ。どんどんこれから投資していくんですって、年産15万台規模やるぞって言ってるんですって、篠沢教授に全部って。投資先はベトナムを含めいずれも億超えの人口と高い経済成長の可能性を持つ市場だと頑張ってるんですけども、赤字化での拡張策は資金難の懸念をはらむ。23年12月期の営業キャッシュフローは22億ドルのマイナスで、投資 CF と合計したフリー CF、純現金主費は32億ドルのマイナス、現預金も23年10月末は2億ドル弱と心もとないと。24年は10億から10億ドルの設備投資を見込むと話してるんですけれども、このオーナーね、ボーン氏の個人資産や親会社ビングループの資金も注入するらしいですよ。もう篠沢教授に全部ってはい、アメリカフォーブス誌によると、ボン氏の資産は46億ドルあるらしいんですけども、創業者頼みの金策はいずれ限界を迎える。ビンファストが追加の資金調達に失敗すれば、ビングループが保有不動産やグループ会社の切り売りを迫られかねない。投資家の期待もしぼんでいる。ビンファスト株は23日終わり値が 5.06 ドルと、昨年末から4割下げた。もうやめなさいって言うんですよ。やってる会社もガンガン株価下がってるんですよ。やめた会社が株価上がるんですからね。だからね、46億ドルあるって言ったって即現金化できないもの山ほどあるんですから。ありそうでないのが金、なさそうであるのが借金。46億ドル現金でスタンバイしてんじゃないんだから。もうね、これビンファスト、これズルズルいきますよ。今ここは耐えれば花畑なんかありませんからね。竹下恵子さんはエンジンね、それはもう完璧ですわね。竹下恵子さんに全部いかないと。ここで篠沢教授に全部。もうほんと原平さんハイブリッドね鉄板ですよそこね。原平さんに行かないといけないの。篠沢教授に全部っていやもうリスク高すぎるでしょう。もうね、EV にかけるとかもうほんとわかんないですよ。もうやけくそですねこれね。ほとんどやけくそです。武田恒康チャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。本家武田恒康チャンネルでは毎週木曜日夜8時、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。